ワクトンも早くなったな。ベテランですよ、ベテラン。よし、はい、行きますか。枠取ったらなんかあれだな、気分がかなり乗ってきてるかもしんない。気持ち切り替わった。さて、気のせいだね、完全に気のせいですよ。さて、ちくしょう、なんで俺下がったのってやってんだよ、お前、アニメ見てえのによ。なんでやっちまってんだ俺は。そっか。せい。飛んじゃったー、見てから飛んじゃったー。見てよ、タイバニの最終は見てよ。まだ見てねーよ。見てよタイバニを。さあさあ撃っていく。見てよ。最初は見てねえから、もう言ったらマジ怒るから、本当にこれ本当に怒るから。続きのネタバレしたらマジ切れる、最低だからな。ウサドの最終回も見てーよー。ウサドの見て泣きてーよ、早く。最終回もう絶対泣かしてくれるからな、あれ。ネタバレマジやめろ、本当にやめろ、本当にやめて、リアルやめて、本当に。何と戦ってんだ俺は。見てー、サドル見てー。ヘイ、おい、汚ねーな。今のはあ、さくらむずいの。これはさっきからやってね。タイガーショット、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 よし。ローキューブ、ローキューブなんて見てないよ。見えねえ、手出すの。おい、やってね。よし、お、抜けるそこ。春風客、あれ、そこ
恐竜の入力途中で食らったもんだよ。カーカー申し訳ない。ゆる見てねえよ、見てねえよ、今季は全然見てねえよ。よしよし、アニメの話したらちょっと落ち着いてきたわ。精神安定剤だな。紙メモはつまらないでしょ。つまらないって俺は全然ダメだったんだけど、 1話でちょっと無理ですねこれって感じだ。はぁ、ディスってるわけじゃないけど、ちょっと相性悪い。俺にはちょっと分かんなかったね。神様ドールズもちょっとな、まあ見たいなと思ったんだけどな。ちょっと貯めてあるわとりあえず。見てないじゃないですか。あー落ち着け、人に当たるな。悟りを開け。よっしゃー、水の心だ、水の心、落ち着いてけ。台場に見て。水の心、水の心だ、流水じゃねえから。アームズ見てねえのかよ。はい、なんで砂原撃っていく。
かね。よし。いや、漫画のアームズであれなんですよ、ハヤトがじいさんに水の心が大事だぞって言われてる。さあ、よし、あ、そっか、サラリーマンに言われたんだけど、忘れた。水の心ですよ、火の心じゃない。落ち着いてけ、孫さん、落ち着いてよ。ペルソナ稼働したらやるのってペルソナシリーズやったことないよ。やったことないね、マジペルソナは。ていうか家庭用ゲーム自体全然やんないから。家庭用ゲーム全くやったことないね。今まで全クリしたことのある RPG とか10個ないよ。幻想水滸伝2と FF10 が好きよ。おお、そこで中央死んでねえとか。さあ、少しは体がほぐれたか。ダブル KO。 FF10 は泣けるだろ。ジェクト、ネッツのわかんねっつーの。よっしゃ、ブリッツボールは面白くないよ。とりあえず FF10 の全然面白かった、面白くなかったけど。チャンチャンチャレレレ、よっしゃ、やっぱアニメの話したらあれだな、ちょっと元気出てきた。ペルソナ4アニメから入ろう。次でアニメやるでしょ確か。ブリッツボールマジあれ全然面白くなかったな、ただの作業系だったからな。でもなんかワッカが結局あのゲーム確か最強キャラがワッカなんだ。だけで、ワッカの一番最終奥義を手に入れるためにブリッツボールをやんなきゃいけないっていう事情があって
ラントリーはいかんって。どうすんだよこれ。ラックが最強のはず。あゆみちゃんやべえだ。タトリの投げモーション受けるな。えい。よっしゃ。よっしゃ。キッチンだな、殴らなきゃいけんの。この距離意味なさすぎて。おい、来た。ダメだ、あれ抜けてくるの。ジェットアップ確定。今のはちょっと甘えたんちゃうわ。よっしゃ。あれだよね、ダッキングストレートってなんかマイナス5とかじゃなかったかな。5あったはず。よし。そう、スパフォーに話を戻して、みんな10でそんな興奮すんなって。 FF で点点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 点でもあれだな、一番、まあ FF10 もそれやったけど、やっぱ原作水光伝2が結構やったな。しかも1の引き継ぎなしで。2がすげえ良かったよ。すげえ説明話なんだよ。距離を見て。おやって。しゃあ。大丈夫、大丈夫でしょ。ゼノギアスも良かったね。最初の方のアニメーションですごい感動したよ。なんでこれ。おい、見てんね。ラグ来る？おー、出ね。
嫌いでしょ。うわ、もう今のはアパカでいけたんちゃうか。変なの出た。惜しかった。今回っていうか、まあ、A は普通に攻撃有利だと思うけどね。6くらい。厳密に言うと。てかね、多分まあ、合気っていうのはかなりポテンシャル高いキャラだから。難しいけど、引き出したりすれば、まあ、100機関連だったとしても、まあ、食らってないです。100機に上げるだけはちょっと面倒くさかったかな。よっしゃ、気合い入れていかないとな。結構いい調子になってきたわ。結構みんなあれだよね、竜巻足場をミスったら結構みんなこの投げに行くんだよな。重ねるか投げるかどっちか。あのEX サンクルじゃないのが良かったけど、こうやって殴り合うためのおい、まずかったな。おー、いいエクサバカ。入ったか、入るよね。
重てー、トキドネタ食らったー。今ミスったと思ったんだけどな、相手も。重てだったね。ちょっと歩きが多いからちゃんと裏になるかなと思ったんだけど、まあ、仕方ねえな今のは。キャラによってはそこで競りやってから読み合いとかもできるんだけど、ちょっと下がったら無理だな、あの体力だと。まあ、ある程度諦めねえと。この人あれだな、セットプレーはできるけどまだちょっと甘いとこ 甘すぎるな。まあ俺も渡したい。キレが戻ってきたもんね、これ分かってきた。キレ戻ってきちゃったくせえよ、これいいの。つかあれなんだよ、お前らと会話してっとよ。だいたいもう、あ、いけねえいけねえみたいな感じでな、集中力途切れんだよ。タバコも吸ってねえしよ。あー、俺のせいじゃねえ、おめえらのせいだよ、俺が集中できねえのは。謝れよ、謝れ、謝罪を要求する。タバコはすいません俺のせいじゃねえ。いけないな、いけない、もうやってるね、残すはないし。よっしゃ、延長してあるから大丈夫だって。30分ある。さあ、けれどハンドしている。今ね、結構やり込み必要だな。こうなるとな、もう大体ずっとバンクしか、もうやることねえんだよな。残念、今のは申告出なかったね。お、やってない。
で見てたわ。今の敵はかなり強いんじゃないか。よっしゃ、いい感じだよ。プレミアム3人がコミュニティに参加しました。バンバン行こう。もういいよ、全部俺のせいでいいから、コミュニティに参加してください。申し訳ない、全部俺のせいでいい。申し訳ない、本当に謝罪、もう謝罪いくらでもするわ。さあ、その代わりコミュニティには絶対入れよ、お前俺に言わしたんだから。よっしゃ、まあ2000人くらい上に、あともう少し。満席、お、プレミアム5人、まだいんじゃん、いるじゃん。いや、延長無料は最終目標じゃないよ。あ、今日のね、今日の最終目標は延長無料かな。さあ、飛んできた。よし、教えない、教えません。うるせえ、デメで考える、教えないから、教えねえもん。
あ、コミュニケル、あ、教える教える、いくらでも教えるから、いくらでも教えるよ。ごめんってギャグだって。あ、二人入ったな。その今プレミアムの二人には、あ、一人か、一人には教えてもいいかもしれない。ちょっと他は教えらんねえかな。あと個人的にメール送ってくれれば教えるから。Are you ready? Fight! お、わざわざ。よし、教えてもいいかな。あと5人入ったら教えてもいいかな。おい、それ時々教えてもらったら、頑張れ。よっしゃ、来た。よっしゃ、ほい。おお、よっしゃ、来たー。あと2人が入って、あと3人入ったらまあ教えてもいいかな。俺ちょっと口軽いからな、言っちゃってもいいかなと思うんだけどな。あと3人なんだけどな。いねえか、いねえならやめとくか、言うのももうええわ。確かにもういいかもしれんな。さて、あれなんですよ、画面端でアパコを決めて最速でセビキャン前捨てで、真空波動を引っ張ってからボタンを押すとなんか振り向いてウルコンが出るっていうね。まあ、要はセビキャン前捨てからちょっと歩くっていうこと、画面端でキャラによって入るんだ。わかる？お、プレミアム9に入った、すげえ。スト4の頃だとフォルテとバイパーとブランカはほぼ無理レベルだね。無理レベルっていうかできない、そのやり方じゃ、別のやり方やんないと。キャラによって簡単とかそういうのは、あ、そこのボタンが入ってんのによ。お、時のネタじゃねえかよ。What will happen now? Fight! Fight!
だな、お前の100点上げる。おい、ボタン押してねえ。この攻撃はなかなかうまい。慎重。今のは上玉じゃなかったら入んなかったんちゃうの。セリを一回見せることによって瞬後意識になると、そういうことですか。何これ、市場にプロゲーマーかっこカードゲーム用高級版アルバム、意味が分からない。さて、いやー乗ってきましたね。なかなかさっきの負けラッシュの時とは考えられないほどの動きをしてるはず。この動きの人もあれだな、まあ、確かに処理になってきたかもしれない。さあ、そんなバカな。
ちょっと壊れちゃったかな、相手相手ちょっと壊れちゃったくせえな。バンバンコミュニティ参加すんね。まだいるんだね。今のうちこのあ R さんやめといた方がいいんじゃないかな。もう壊れてるよ、あなた。自分の顔見てみ、鏡でぐしゃぐしゃなってんじゃねえの。やめとけって、そろそろやめときなって。自分をいじめんのやめろよ。眉毛ハの字になってるからやめとこ。あんま人のそういうとこ見たくないな。確かに3、40分前の俺とは考えられないぐらいの発言してんな。よっしゃ。強気に、あーっと、はい、対空とか結構意識してる 人だと思うよ。ただ俺もいろいろ散らしてるから、グニャーってなってるかもしれない。開示的な感じで次で、大きい密着でもうちょい離した方がいい。え、離していいと思うじゃん。こっちもいろいろ用意してっから、サガットで多少キックを重ねると、なんと、あ、これから先は言えねえな。この人数が増えないとちょっと言えないかもしれない。ここから先はよし、知ってるって孫さん開発してる。あ、もうちょっと引っ張りか。おい、あ、来た。そう、続きはウェブで。ノリ言い過ぎだろ。よし、
しょ。中じゃんって。もう俺と喋ったことあんのかよ。はい、こら、あ、てめえもしかして今井か？だったら、だとしたら納得できる。今井かてめえ。あんま、毒は、吐くの苦手なんだよな。しゃあ。孫殿、伊豆高賀ゲーセン入れてたのか？意味わかんない。おお、今のでっけ。よし。なんでケイスケさんの話でこんな盛りってんだ。やめとけって。面白いな。アベルサガット。サガット有利ですよ。これは。これサガット有利を提唱します。私。実はね、ソフォーの頃もね、まあ、猫舌ってアベルがいまして。あ、この話やめようかな。持ち上げて自分も持ち上げるっていう、そういう作戦だから、ちょっといやらしく聞こえちまうかもしんない。じゃあ猫舌のアベルは本当にうまかったんだ。
負け越してるサガットは存在しませんでした。彼一人を除いて一人だけには7つけられちゃったんだな。何だっけかなあれ、それが全部勝ち越してたんだけど、誰だったっけな、忘れちゃった。いやすごい強かったな。おお、ミス。適当にやったら逃げられちゃうので真剣にやります。おい、待って、何これ、誰、まあ、こいつは本当にバンするかもしれない。この1380番、これは本当にバンするかもしれない。ただの嫌がらせで、よし、心しちゃったっていうか、まあ普通に、まあ、よくないよね、コッペとか、まあ、嵐目的としか考えられませんね。ストフォーの時いたんですよ、ただ一人だけ、あの猫下さんに勝ち越してる人がボンちゃんだったっけかな。ボンちゃんって言われたらそれまで、ただボンちゃんじゃないんですよね、実は目の前で見てました。あ、まあこの話を掘り下げるのやめとこう。そう、もうこの話いいっすわって、俺もそんな感じ。さあそんなことより早くプレミアム入ってこいや、ガンガン来いや、俺と殴り合おう、コミュニティ内で。次枠、あ、そろそろか、やばい、あと50秒、あ、これ多分途中で終わります、途中で終わります。